ステファン・ランビエールは、スイスのフィギュアスケート選手。2006年トリノオリンピック銀メダリスト。2005年2006年世界選手権優勝。2010年バンクーバーオリンピック4位。スイスのマルキニに生まれ、サクソンで幼少期を過ごす。みんなが顔見知りの小さな村から、いつも50人ほどのカウベルを持った応援団がランビエールの試合に駆けつけていたという。 家族はアルプス生まれの父、ポルトガル出身の母、3歳上の姉、4歳下の弟。フランス語、ドイツ語、英語、ポルトガル語を流暢に話し、さらに現在はイタリア語と日本語を学んでいる。2004年にセーモーリスカレッジで生物学と科学のマチュリティを得ているが、フィギュアスケートに専念するため大学進学は見送っている。 ジュネーブとローザンヌを練習拠点とし、夏にスイスのリンクが閉まっている間はドイツで練習していた。スピンと芸術面での評価が高い選手であった。とりわけスピンはメディアからたびたび世界一と評され、彼の代名詞として用いられた。男子シングル史上初めて演技構成点で9点台をマークした選手である。ジャンプでは4回転トーループや、 3ーターンから入る3回転ループジャンプを得意としていた。演技後半にも4回転を飛び、また、4回転からの3連続コンビネーションにも幾度か成功している。一方、3回転アクセルを大の苦手としていた。2007、2008ISU グランプリファイナル7歳の時、先にスケートをしていた3歳年上の姉と一緒にリンクへ連れて行かれ、 芸術性に魅せられて、スケートを始める。その数年後、コーチのペーター・グリッターと、振付師のサロメ・ブルナに出会う。11歳で、スイスノービスチャンピオンとなり、ローザンヌで開催された1997年世界選手権のエキシビションに出演した。1997から1998シーズンから、ジュニアクラスに上がり、スイス選手権、ジュニアクラス鬼連覇。 二種類の三回転マイナス三回転コンビネーションジャンプとスピンに力を入れ2001年世界ジュニア選手権では5位に入賞した2000から2001シーズンからはシニアクラスに参戦しスイス選手権初優勝翌2001から2002シーズン欧州選手権での4位入賞を評価されソルトレークシティオリンピックと世界選手権への出場権を獲得する だが2002年のソルトレークシティモリンでは総合15位続く世界選手権も18位に終わった2002から2003シーズンからプログラムに4回転ジャンプと3回転アクセルを積極的に取り入れるようになる2003から2004シーズンには膝の手術のため2ヶ月の休養に入るが復帰後に方向性を見失ってスランプに陥るこの時にコーチを セドリックも喉に変えたが、うまくいかず、グルッタートブルナーの元に戻った。世界選手権では、フリースケーティングに2度の4回転を取り入れて4位入賞を果たす。翌世界選手権では、予選からフリーまで大会を通じて5度の4回転ジャンプを成功させ、スイスの男子シングル選手として58年ぶりの世界チャンピオンになった。2005から2006シーズン。 グランプリファイナル初、優勝、欧州選手権2位と活躍を見せた。2006年の鳥のオリンピック直前には膝を、怪我していたが、その鳥の五輪男子シングル本番では、ショートプログラムで3位発進。フリーでは4回転トーループマイナス3回転、トーループマイナス2回転ループのジャンプを成功させるも、細かなミスもあって4位だったが、総合で2位入賞を果たし銀メダルを獲得。 五輪で2位の表彰台に登った、ランビエールは感極まって男泣きしていた。続く、世界選手権では、スイス選手では初めてとなる2連覇を達成した。2006から2007シーズンは、オリンピックでの銀メダル獲得や世界選手権をに連覇したことから競技に対する情熱を失ってしまい、アイスショー、アート、オンアイスに出場するなど、将来への模索があったという。 グランプリシリーズスケートカナダではショートプログラム7位から逆転優勝したが NHK 杯はウイルス性の風で危険。スイス選手権7連覇を果たしたが1月に入ってから内なる炎がなくなったとして欧州選手権を棄権した。その後ショーで観客の声援を受けたことで世界選手権を決意し銅メダルを獲得。2007年以降も 競技会続行する意思を表明した。この試合で競技用プログラムとして初披露されたアントニオ・ナハール振付のフリープログラムのポエタは代表作となり、その後エキシビションやアイスショーで何度も滑っている。2007から2008シーズングランプリシリーズ中国杯ロシア杯では技術的にはやや精細を書きながらもお演技、構成点では高評価を得て、 表彰台には上がり続け、グランプリファイナルでは、ショートプログラム2位から、逆転優勝、欧州選手権も2位となったが、世界選手権では制裁をかきこい、3シーズンぶりの大落ちとなった。練習環境の改善を求めて、長年支持してきたピーター・グルッターを離れ、アメリカ・ニュージャージー州ウェインで、ビクトール・ペトレンコの指導を受け始める。しかし、 2008年世界選手権中に痛めた、左足内転筋の回復が思わしくなく、満足に練習できないとして10月に引退を表明。プロスケーターとして活躍する傍ら、コロンビアの貧しい子供たちのために、家と学校を建てようという NGO、モイポワートワーの活動にも尽力している。2009年7月25日に、 公式 HP において引退の原因となっていた左足内転筋の痛みが治療によって緩和されたため、翌2010年のバンクーバーオリンピックの出場を目指して競技会に復帰することを表明、コーチもグルッターに戻した。オリンピックの出場権獲得のためにネーベルホールンハイに出場し、優勝、スイス選手権も制し、欧州選手権では2位となった。 バンクーバーゴリン男子シングルでは、SP5 位、FS3 位ながら、共にパーソナルベストを更新したものの、同メダルを獲得した日本代表の高橋大輔に、わずか0.51点及ばず、総合4位入賞に止まり惜しくもに、大会五輪メダル獲得はならなかった。2010年3月、再び引退を表明。再引退後すぐに、ベ a b C で放映されたスペシャル番組、 新アイスでは、荒川静香とペアを組んで、総合3位となったが、視聴者投票では1位、と好評を得た。また、振付師としての活動も開始した。2010、2011シーズンの高橋大輔のエキシビション、アメリの振付を担当。2016年8月25日、ラトビアのデニス・バシリエフスのコーチに就任した。ありがとうございます。